次は怪しろが危ない。悪いけど撤下して。ボサ、はあ、まったく仕方ないわね。さて、髪の長い女の幽霊。
けた。何しろ慈しみを持たない霊体だからね。だからそいつは相手とくっついて、自分の体と相手の体をつなぎ合わせる必要があるわけよ。力を吸い取るためにね。でも、聞いてる。その木刀ね、かなり本物だったんだ。今まで何だと思ってたのよ。さっき毛利を倒したでしょ。あの程度の雑魚なら一般人でも死ぬ気でやれば倒せるからな。金属バットとかで。でも慈しみを持たない鬼に聞くなら本物だ。すごく小さい核があって、それを椿に包み込んでる。パッと見だと見えにくいはずだ。どれどれ、あんたが誰なのか正体見極めさせてもらいますか。素人さんはごまかせても、ステ天の鬼切り右輪さんの荒みはごまかせないわよ。なるほど、そういうことか。オサ、残念ながら犯人はこの中にいたわよ。おそらく無意識に抜けてるわね。無誘描写のコンパク版って言えばオサにも理解しやすいかな。オサのところに一人いるでしょ。人の力で補わないと日常生活不自由そうな子が。オサが目にかけ可愛がってる髪の長い女の子が。そんな。さて、それじゃあ始末をつけましょうか。
休みと分かって切るつもり？分かったからって切らないつもり？すでに人に害をなした鬼でしょ。オサは私が鬼切りだって分かって私に助けを求めたわけでしょ。だからさっくりと解決してあげようって言ってるんじゃない。私が切るのはそこの霊体だから、そっちの体の方には傷一つつかないわよ。あ、ごめん、嘘。ハクの方を傷つけたら体に帰ることがあるかも。ま、その辺はうまくやるから安心して高みの見物してくださいな。合宿先で体調を崩して原因不明の意識不明、責任問題になったらちょっと葵先生苦労するかもしれないけどさ、幸いこの子そういう場合にうるさい親とか親戚なんかはいないんでしょ。右は！八幡大菩薩。願わくばこの一馬部位をば切らせたまえ。休み、ちょっと休み。よかった、生きて。もう目を覚ますことはないだろうけど。だって起きないわよ、その子。抜けたまぶいを切ったからもう戻っては来ないもの。Thank you.
あっさり私に切られた以上、中身は元気じゃなかったようね。それじゃあ、オサ、初めから期待はしてなかったけど、こっちは本命じゃなかったから。恨むなら恨みなさいよ。こっちとら恨まれてなんぼの商売やってるからね。休み。休み。外傷はなし。呼吸や脈も安定しておる。ただただこんこんと目を覚ますことなく眠り続けるか。拾ってきた時のナミちゃんと同じ状況ですね。そして今のですか。幽霊だったなんて。ねえ、私だって信じられないです。私、やすみちゃんになら少しぐらい元気を分けてあげてもよかったのに。私なんてこんなに無駄に余ってるのに。私から吸い取ってれば、もしかしたら私は吸われたことにも気づかなくって、そうしたら休みは切られることもなくて。ザワッチ、私が幽霊退
ジなんて思いついたから。ザワチ、今の顔って最初に会った時みたいだよ。私、ザワチのこと笑わせたくて、笑ってくれるのが嬉しくて、だからもう、ザワチのご飯も食べられツヤの席には慣れておるが。鈴木さん、縁起でもないこと言わないでください。みんな意味があることかわからないけど、二人を病院に移しましょう。親御さんはいませんから、学院と寮長、それから身元引受人の方にも。こなたへ来るのも彼方へ行くのも嵐が去った後でしょうな。休み、こんなに綺麗な顔してるのに。もう二度と笑ってくれないんだ。設定を保存するってさ、別にしてもいいわよね。セーブでき。青い城。